おいっす。今回もよろしくお願いいたします。しお願いします。早速質問いかせていただきます。はい。川口るいさん、はい、前回貴重な刑務所についてお話聞けたのでまた質問していいか分かりませんが、ケイさん、ゆうやまさん、スタッフさん、こんばんは。ケイさんに質問です。自分ばっかですね。ケイさんへの質問を僕が募りましたんで、アメリカの刑務所では不良少年、不良少女を更生させるために刑務所に呼んで1日だけ刑務所生活がいかに大変かを教えるようなプログラムがあると思います。ケイさんもそのようなプログラムに参加して更生させるお手伝いをしたんでしょうか。ぜひお聞かせいただければと思います。あれは、連邦政府、アメリカの刑務所って連邦政府と州の刑務所と2つ、2種類あるんですね。はい。で、あれをやってるのは州の方の刑務所で、はい、なんですかね、普通の警察官いるじゃないですか。はい。日本でいうと制服着た警察官、はい、あれで捕ま、あっちに捕まると州の刑務所なんですね。はい。で、FBI に捕まった人たちっていうのは連邦政府の刑務所に行くんですよ。で、あのプログラムをやってるのは、州の刑務所がやってますね。だから、なんですかね、よく日本でもあれテレビでやってるじゃないですか。そうですね、なんかよく見たことあります。やってて、見てても、あいつらまだ懲役行ってないですよ。え、あの囚人、何十年の刑とか言ってるじゃないですか。はい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 。あれは日本でいうと拘置所みたいなデテンションセンターつって、拘置所のところにまだいるやつらなんで。あ、そうなんですね。はい、そこに行ってあれやってる、子供たちを脅かしてやってますけど、もうすごい罵声を浴びせてますね。罵声浴びせてるやつらもまだ懲役にも行ってないやつです。あ、そうなんですね。はい、だからまだ刑務所には行ってないですね。あれ全部公衆みたいなところでやってますね。ちなみに K さんがその公衆にいた時にそういう風な時に遭遇はなかったですか？そうですね、自分たち連邦政府の刑務所なんでやってるのは、なんていうかね、犬のセラピーみたいなのを、凶暴で殺人爆を犯してるやつをおとなしくさせるのに犬かわしたりとか、はいはいはい、それは連邦政府の方でやってます。あ、犬飼ってましたか？自分はおとなしいんで。でも完全に日本人の目から見たらね、なんか罵声浴びせてる人たちも超極悪人みたいな感じで見えてましたけどね。それにそのまた日本人の観点からすると、その連邦捜査官とその2つがあるっていうのもう、ね、なかなか多分知らんけどね。しげたかくさんかな。はい。ゆやまさん、おいっす。またKさんに会えるなんて羨ましいです。再チャレンジでKさんに質問を書きます。はい。今までの人生でKさんが心折れそうになった経験や壁に当たったことがあるかが知りたいです。またマリーナでKさんが一番大変だった事件や子供たちからいたら、子供たちがいたら聞いてみたいし、また解決のやり方などを知りたいと思うんでよろしくお願いしますと。もう一回いいですか？マリーナで何ですか？マリーナでKさんが一番大変だった事件。事件、やっぱ自分東京出身、東京生まれの東京育ちなんですね。はい。でマリーナがあるのが今神奈川県の湘南にあるんですよ。はい。で今のマリーナってやっぱ自分で土地を買って、でそれを国土交通省に申請をして、でマリーナを作るわけじゃないですか。はい。うちの隣にマリーナがあるんですね。はい。そこがやっぱよそ者をすごい嫌って、うん、でまあありとあらゆる嫌がらせをされて、でもう散々されて、でそうですね、もううちにあったジェット全部カッターで切り刻まれたりとか、タイヤもなんですかね、車のタイヤとか、はい、キャンピングカーとかが置いてあるんですけど、はい、そういうのも一晩でタイヤ30台ぐらいパンクさせられたりとか、まあ2年間ぐらいやられました。もう本当に気狂うぐらいで、自分はこんなおとなしいじゃないですか。で、一番最後だけど、スロープを作ってた時に、生コンを流してたんですね。
まあ、生コン流してる方も悪いんでしょうけど、で土日って河川事務所も休みだし国土交通省も休みなんですよ。だけど隣のマリーナのおっさんっていうのは結構そういうとこ力持ってて、そういう役所でも警察でもヤクザでも何でも動かす、もう本当のあの辺の地主で大金持ちなんですね。でその時もその味がチクって、もうチクったのは分かったんですよ。土手の上からあのカメラ持ってずっと自分の方見てたから、こいつまたチクってんなと思ったら、河川事務所の所長が来て、でこれダメでしょって言って、だけどほら生小屋流しちゃってんじゃないですか、で喋ってるうちに固まっちゃうわけですよ、だから鳴らせないわけですよ。でもうそこでなんか本当刑務所出てきてから初めてあのに多分今までのその蓄積があるじゃないですか、それが多分あのふっつりいったんだと思うんですね。でそこに金属バットがあったんですよ。それを持って最初ゆっくり歩いてて、でそこが土手なんですね、はい、で土手の上でその原付に乗った状態で写真撮ってるわけですよ、はい、でそこを一気に走って登ってで自分はもうその親父の親父を叩こうと思ってなかったですね。まあ20日行くつもりで原付だけをバラバラにしようと思ったんですよ、うん、そして自分が走ってって、違う違うこの野郎って走っていくじゃないですか、はい、その姿を見て慌ててエンジンかけるんですけど、そういう時ってなかなかかからないですね、はい、で自分が到着するぐらいにかかったんですよ、はいはいはい、で下りを全開で降りていくんですけど、後ろからダッシュで追っかけてって、最後バット投げましたもんそれからもう5年経つんですけど、いまだに自分の顔は見ないですね。こうやってすれ違う時もずっとこうやって、じゃあもうそのまんまのまだ関係性なんですね。そうです。あそんで去年 の, あの台風で、ね、ちょあの台風直撃してマリーナ全部流されたじゃないですか。でその隣の船がうちを13艘突っ切っていったんですね。だからうちのマリーナ大破したんですよ。あなるほど、はい、で全部水が引いて、はい、マリーナに行ったらうちの地べたに隣の船が突き刺さってたんですね、はいはいはい、で、うちに入ってこないとそれが撤去できないんですよ、はいはいはい、ね、で、そこの、もちろん その自分を追っかけたやつは絶対来ないじゃないですか、うん、それの息子と、その息子の、嫁ですか、はい、が、まあ、来て出したいと、はい、じゃあもう手伝ってやるよって言って、うちのスタッフ20人ぐらいと、はい、あの時力さんもいたのかな、力さんのところのスタッフとかみんなで、で引き上げてやってね、あの俺はもう君たちに文句言うつもりもないけどね、困った時はお互い様でこういうふうにしてやってんだから、もうチクったりとかそういうのしないでねって言ったんですよ、はい、そしたらいきなりその嫁が、はい、うちはそんなことしてないですからって食ってかかってきて、もうこれダメだと思って未だにそんな関係まだ続いてるんですね。それはでも心折れそうになりますよねそんなのがもう間近におったらですね。そうですね、いつか隣のマリーナの方と、ね、和解する時が訪れる、ね、そうね、ほんとね、まあ、そのこの方の質問、 K さんが心折れそうになった経験とか壁に当たったことがあるか知りたいというのもあるんですけど、それがないんですね。ないまあ、何でもいい方向にいい方向に考えるんで、あ、はい、だから何ですかね、アメリカで捕まった時も一番最初日本大使館に来た時は、はい、来週強制送還で日本に返すから心配しないでくださいって言われて、それが10日後に日本大使館に来た時に、はい、すいません多分終身刑になりますって言われたんです、それでもまあじゃあね、ここでずっと出れないんだったらここでどうやって楽しく生きていこうかってこういうの考えちゃうんで、そんなに何も苦にならないですね。なんかその考え方を変えるというのはなんかちょっと新薬も似てる部分があるのかもしれないですね。I'm walking alone, the streets are empty.
can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for